いろ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 予定が変わりましてね、はい、今できております。変な時間にやる、夜できないからとか言ったのに、昨日の夜に変更があったのでできちゃいました。ちょっと明日があのできるかどうかが分かんない、まず。で、明後日が多分できる。時間は分かんないって感じ。ちょっと眉毛なさすぎん？ちょっと待って、ちょっと本当になんか本当に読めなくてごめんなさいって感じです。明日はまずできるか分かりません。そして明日は激激早かったです。激激早かったのです。はいはい、眉毛描きます。激早い、4時台起き、本当に早く寝ろよって感じ。そう、なんか私的には予想の時間は、まあ、お昼ぐらいかなとか思ってたんですけど、お昼ぐらいか、まあ、午後の集合だろうなって思ってたら、先ほど明日の予定が送られてきまして、4時台起きということで、4時台っていうか4時起きということで、はい、よろしくお願いいたします。読めない、本当に読めないの、本当に読めないのね。だから本当に読めないんです。で、帰ってくるのも多分遅いから、ちょっと明日はできるかかんない、合間でもしできたらやるけど、やるけどもけどもけどもちょっとこんな早いと思ってなくって、あのね、ちょっと早くショールームやって早く寝ます。前髪長すぎる、切るか悩むな。切った方がいいと思う人、本当に読めないの、それぐらい読めないの。うん、昨日初めてお話し会ありがとうって思いついてくれてびっくりした、ありがとうございます。もう本当に昨日ね、みんなも言ってたけど、あの本当に初めましての方が多くて嬉しかったです。とっても、本当にとっても嬉しかったです。ちょっとどうする、前がこれでいいか。本当に多くてびっくりするぐらい、あのね、本当に何十人もし、なんか5人連続初めましてみたいな時もあった。ありがたいです。ひでちゃん、くまももも、ありがとう、くまちゃん、ありがとうございます。君は君だよ。昨日のパーカーのしょこちゃん可愛い、やった、ありがとうございます。下克上球児まだ見てないです。とりあえず、昨日お話し会の準備中に、メイコイを見て、見たっきりまだ見てない、やばい、早く追いつけ。ちょっとね、メイコイはもう多分今日からさ、また新しいショーになって、ショーっていうか新しくなっちゃうからと思って急いで見た、木曜日分まで。嬉しい、初めましてできてよかったです。皆さんありがとうございました。ね、お渡し会も本当に初めまして多くって、そう、スタッフさんが初めましての方多いですねって言われたのと、女性の方多いですねって言われました。私あんまりあの女性の方多いですねって言われたことないから、私自身が、そう、イコラムとしてはさ、女性の方が多かったりするんだけど、私はどちらかというと男性の方が多いと思ってたから、そう、確かに女性の方多いわと思って、半々くらいだった気がする。感謝、感謝です。158センチ、そうです。あのちゃんと、あのみんなあんちゃんのこといじってるって思ってると思うけど、あのちゃんとイコラブの公式の
身長を書いてるだけなので、みんないじってないからね。あーちゃんのこと別にいじってるわけじゃないからね。来年までオンライン話しかできない話。でもさ、オンライン話しかもう次で最後だよね。24で最後だからね。という間だ。ライブはいろいろあるけどね。参考になってる、よかったです。そう、なんか 0.5、 あんちゃんだけ 0.5 わらわらみたいな、なんかいじりがいじってますとか、オチがついてとか書いてある、あの公式のサイズを書いてるだけですね。はい。そうだよ、いじってるって言ってる人こそいじってるんだから。私はもう公式の身長を書いただけなので。だとしたら公式の方がいじってるってことだね。背高い方マネージャーさんです。171センチ。うん、いつも五分だけど四分五分どっちも探して最高に幸せだった。嬉しい、ありがとうございます。そう、あくまで公式、そうだよ、公式なんだから。今に始まったことじゃないからね、最近更新されたわけじゃないから、あの身長は。うん、去年くらい忘れちゃったけど、たまに更新されてる。オンラインありがとうございました。対面でも待ってます。嬉しい、待ってるよ。ゾロゾロさん、ビギナーこんばんは、ありがとうございます。みんな引用リツイートが100超えてたんだから。びっくりぽんだよ、本当に本当のこと書いてるのに。ゆうたさん、ありがとう、キューピットコマちゃん、アイラブ、ありがとうございます。お、来年オンライン来ます、待ってます、ありがとうございます。嬉しい、嬉しみ。今来ました、こんばんは、今ね、カウントダウン TV を見てて、シットキングスさんが今日のカウントダウン TV 出るって知って楽しみにしてました。シッキンさん、みんな見ましたか、カウントダウン TV。 そう、もうね、ウィークエンドシトロンから振り入れを、じゃあ振り付けをつけてください、振り付けの方で表題曲の。そう、あー出てるって思いながら見てた、楽しみに待ってた。明日早いけどちょっと見てからショールームしたいと思って、見て見終わってショールームしました。すごいよね、もう本当に笑顔が素敵で、いっつもあのフリーレの時とかはもう「ヘイ!」って「いいね!」って言ってくださったりとか、あの夏マトペであのセブ行った時も来てくださったんですけど、もうずっとずっとなんかもう場を和ませるというか、もう楽し、なんていうの、楽しませてくださって、本当に本当に感謝でいっぱい、みんな大好きなシットキングスさんです、庄司さんです。
カノンさん、ピーナこんばんは、ありがとうございます。すごいよね、なんかテレビ見て改めてすごい方に教わってるんだなって思いました。メイキング見てて素敵な方だなって思ったね。素敵だよね、本当に。本当になんか、なんていうの、暗い曲とか落ち着いた曲とかでも、あの元気な曲だけじゃなくって、いいねとか言ってくださるから、みんなテンションが上がります。なんか本当にメンバーが怒ったことってないんですかって聞いちゃうくらい、あの本当にすごい方なんです。セブ島でもね、セブ島で、そう、セブ島で、伊藤さんから、竹脇さん、ちょっと庄司さんがお話があるってって言われて、え、セブ島で何のお話だろうって思って、何だろうって思ったら、え、本当にダンス上手くなったよねって言ってくださって、セブ島で嬉しすぎました。なんかレッスンの時に言おうと思ったけど、ちょっと言うタイミングなくって、でセブ島で言ってくださって嬉しかった。ちょうどそのダンスレッスンを何回かやった後の振り入れだったから、そう、よいしょ、本当にね嬉しかったです。優しいなって思った。呼び出されたぞ、伊藤さんに。何かと思った。ゆなっちさん、有尾サンタさん、ありがとうございます。本当にお優しくて、なんかその私がいないところでも、いないところでその伊藤さんにそうやってなんか竹脇さん上手くなったっていう話をしてくださってたのも嬉しかったし、なんかファンの方に上手くなったねって言われるのももちろん嬉しいけど、もう本当にダンサーさんに、ダンサーさんに上手くなったねって言ってもらえるのが本当に嬉しかったです。そうだよ、ショックは褒められて伸びるタイプだから。そうなんです。嬉しかったですね。夏のとて、ありがたかったです。嬉しかった。そう、一生褒めてください。しかもちょうどなんかダンスレッスンを受け始めて、何回か受け始めた時だったから、まだ始まったばっかりだったけど、その何回かでそのずっとさ、振り付け、表題の振り付けをやってくださってるから、その変わったのが分かるんだと思って、そんな、そしてそんなちょっとでも、ちょっとのダンスレッスンでも変わるんだって思った。嬉しかった。今日もコンタクトいろいろ照らいないって、何のことかと思った。怖っ。いっぱい褒めてください。私はこのルームが終わったらお風呂に入りに行くんだけど、お風呂入れて偉いねって。当たり前のことを当たり前にできて偉いねって。
レイさん、ありがけぴとくまちゃん、I love you、 ありがとうございます。だから私もみんなのこと偉いねって、お風呂入ってきて偉いねとか、早起き頑張って偉いねって言うから、みんなも褒めてね。マイケ帰ってくれてありがとう。面白い、甘やかされすぎそう。お風呂入れるの天才ですよね。天才って呼んでください。私天才なんで。半分も顔見せてくれてありがとう。いや、半分しかないよな。それはそれは。前髪分けてて。何でも褒めてくれる。もう大丈夫かも。もう大丈夫かも。満足。だからまあ終わる頃に明日早起き頑張ってねとかですかね。あとはそう、私天才なんで。はメイコイです。そう、メイコイにもね、庄司さん出演されてるんですよ。シッキンさん、シットキングスさん、神回さん、チョキャッキュンです。キュンキュン、ありがとうございます。マイカとの共演はなかったけど、そう、えっ、ー、と思って嬉しかった。急に急に登場されて、わっってなった。そう、ダンスの先生役で、もう本当にあんな感じ、あの怒ってるところ、あ、じゃあやめればみたいな感じのはないけど、あの本当に本当にあの本当にへーみたいな、こんにちはみたいな、本当にあの感じ。そう、え、出てるのってなりました。ねえ見て、ニキビ最悪じゃない？こんなところにニキビできたの最悪。じゃあ早く直します。そうだね、ビートアクスまでに消したい。23ね、あと5日。え、待って、あと5日で23なんですか。びっくりなんですけど。びっくりなんですけど。コーヒーさん、ありがサンタさん、ありがとうございます。クリスマスですよ。クリスマス、クリスマスプレゼント送ったよ。嬉しい、ありがサンタさんですね。ありがショコランタ、ありがとうございます。週間連続土日やる、確かにライブもだし、だって来週今週も来週も会えるんですよね。ライブがあるからすごいよね。そしてサンタさんに何お願いした？健康をお願いしました。健康をお願いしましたね。
ようでみたいなお願い。はい、物とは言わないので健康を一番大事な神社でやってくれ。そう、大事だよ。でも本当に私今年1年全然体調悪くなって、うん、1年に限ってな、限ったことじゃないけど、毎年めっちゃ健康、はい、健康です。いや、なんかそのなんか大したやつではないんだけどっていうのはあるんだけどね、うん、なんか映るような風邪とかはひいてないね。あの夏にエアコンで喉がやられたりとか、そう、クソカキに当たったりとか、そう、なんかそういう、なんかそういう感じ、あの映るようなやつにはなってないので、あ、インフルの予防接種終わりましたよ。そうなんです。ハルリンさん、ビギナー初見です、こんばんは。大事です。今年はインフルにもコロナにも なってなくて、健康に関しては。いいですね。どっちもなった方もいるもんね。ただいま風邪なう。あら、お渡し会も行けなかった。あら、そういう方はさ、どうなるの、届くんですか、届くのかな、取ってくださってたんですね、お大事にしてください。体温が何度超えたら休む、えぇ、7.8、 いや、分かんない、休むか分かんないけど、なんかまず体温測ってる段階で体調は悪いんだろうなって思う。まあ毎日測ってる方とかもいると思うけど、なんか基本体調悪くなんなければ体温測んないじゃないですか。私はそうなんですけど、あの体温測ってる時点で、まあ、大体苦しいわけですよねなんか体調悪いなって思ってるってことだから、あの今年はね、あの体温測ってないです。で体温測ってなくって、あの私のピンクの体温計があるんですけど、お兄ちゃんに体温計貸してって言われて体温計貸したら電池なかった電池もうなくなってた それぐらい電池がなくなってるにも気づかないくらい、はい、体調悪くなってないです使わなさすぎて気づきもしてない。なんか電池を交換、なんかよく分かんなかったから新しいの買っちゃった。一時期あのもう毎日のように体温を送んなきゃいけなくって、何年か前だけど、そう、確かにマラソンの時もそうだけど、それより前ぐらいからもう毎日あの測って送ってっていうのをやってました。うん、今年の東京マラソンも測ってました。だから3月までは使えてたんだけどな私のおばあちゃん、カレンダーに体温書いてた。え、いいと思います。いつからなんかちょっとずつ上がってるとか分かりますもんね。本当に元気です。本当に元気いっぱいでございます。まず元気いっぱいのまま今年を終えたいですね。
マスクはでも私してますね、ずっとしてるかも。メイクしてる時だけマスクあんまりしないようにしてるけど。今年のイコラフでの流行語ランキング聞いてないです。何ですか、教えてください。イコラフっていつだっけ、イコラフっていつやってた、土曜日。風邪ひいちゃう、今ね風邪流行ってますよね。気をつけて気をつけて。あ、今日、あ、先週だったってこと。流行語なんかいつもさ、ゲーミングとさ、ごっちゃになっちゃうっていうか、加湿器やってんのになんでローなんですかね、おかしいな。あ、もう終わった。あ、そっかそっかそっか、19時40分からか、間違えて夜中だと思ってたもうぐちゃぐちゃ、ゲーミングとごちゃごちゃになっちゃういつも。何何何とて、な何何とて、だからとて、やったとて、それをやったとてみたいな。え、で、あの3位はキアラちゃん、リハ始まる前にご飯食べないでね。リハ始まる前にご飯食べないでね。え、そうなの、なんで食べちゃダメなのあ、今日も今日とてね、あの私もよく言うわ、今日も今日とて私も言ったことないかも、キャラに始まる前にご飯食べないでねってフ確かにいつも食べてるかも、サラダチキンみたいな食べてるイメージある。キャラ、ニコちゃん、キャラちゃんに怒る。へえー、ラーとはないね。しっかりはある。チョコちゃん、リハ前にご飯食べる。家で食べれなかった時はコンビニで買って食べる時はあります。さすがに今日食べないとやばいかもっていう時は。キャラに怒る役はね、絶対に私じゃないと。しっかり。もうみんながね怒ってる時はね怒らないよ。と言ってもお姉さんっぽい。ショコ？嘘だ。嘘だね。それは BPM の MV を見てきてください。あの誰よりも妹です。みんながお姉さん役です本当に。まあ人によるよね、そのね。ショコリさんでいてもお姉ちゃんっぽいねって言われる時もあれば、写真だけだとその姉妹感みたいな。写真だけだとなんかね、あるかもしれないけど、とか行動だけではとかあるかもしれないけどね、なんか時と場合によるよね。しょうちゃん、みんなから可愛いねって言われるイメージ。でもなんか最近というか、乃木坂卒業して多分下から2番目になったからなのか分かんないけど下から2番目まではなんか年少組っぽいですね。キアラと撮ったら大人っぽくなるのかな、喋りとか。リサと喋ってる時もどっちがお姉さんなんだかみたいな言われる。それ以外のメンバーからショコの方がお姉さんっぽいって言われたことないかも。
わかんないけど。瞳燃焼感ない。ないよね、瞳も、ユーリも、下から数えた方が早いのに。大人っぽいよね。しっかりしてるって感じ。ヒョコってキアラちゃんと何話すの？何話すの？どうでもいい話とかしてるか。基本どうでもいい話してるよ、みんなで。しっかりした妹ってイメージ。今横浜から帰ってきました。お帰りなさい。どうでしたか横浜は。キアラちゃんメンバーにちゃんよだけ呼びだよね。そうですね、ショコちゃん。でメンバーからショコちゃんって呼ばれることないから嬉しいです。マネージャーさんもショコちゃんって呼んでくださる方いて嬉しいです。ちゃんはアンコール呼びだ。そうだね、これずっとアンナちゃんだったのかな。でもさ、何の時だっけ、あ、キティちゃん、マックのキティちゃん開封した時にさ、ストーリーでさ、あのチョコちゃんとアンナとって書いてあってさ、アンナアンナってなった。唐突な指してわかる。びっくりした。あ、たまにしてるんだ、気づかなかった。びっくりした。いつから呼び捨てなったんだろうって思ってた。そういう時こそアンコロじゃない？アンコロ封印したんかな。あの記者会見とかでも出ちゃうから、取材とかでも出ちゃうから封印してるんかな。私もなんか取材とかでアンナっていう時あるかも。いう時なのか、打つなのかちょっと分かんない。打つって打ってる時なのか分かんないけど、そう、あんちゃん、あんちゃんっていう時と、呼ぶ時声に発するのはあんちゃんが多いけど、うん、エミリちゃん以外、ミリニャをミリニャ以外で呼ぶ人に会ったことない。落としまりさん、エミリちゃんですね。ミリさん、あ、ミリさんって呼ぶかな私。ミリさん、ミリニャかミリさんか、ミリーか、うん、あ、そうだ、サラちゃん大谷さん。モロさん、マイカは、マイカちゃんじゃない？キアラ、プルショコはね、呼ばれるよ、リサから。あの、LINE で来るもん、プルショコって。びっくり。
プルショコって打ってるんだよ。モロちゃん、あ、モロちゃんって言うかも。モロちゃん、ツンちゃんかな、ツンちゃんって呼ぶかも。モロちゃんじゃなくてツンちゃん。いおりは、いおさん、いおさん、いおりさん、え、パイナップルショコですよ、多分。プルプルショコラプル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 ショコラプル。そうだね、普通に呼ぶときはショコって呼ばれる。ふざけてるとプルショコって呼ばれる。花ちゃん変わった。あ、私ハーチって呼んでた時ある。ハーチ、リサのことリオリーとかリーって呼んでた時ある。うん、推しメン登録のショコちゃん文章もプルショコになってた。え、どういうこと？プルショコって書いてた？私。おとりさ、あ、おとりさって呼ぶかも最近。おとりさ。リーで伝わります。リー？こうやって見られる。オリーって言うと、イオリが反応しちゃう時があるんですよね。そう、リサは私の顔見るだけで笑わせないでって言ってくる。困っちゃうよね、笑わせてないのに。ご飯の言い方。確かにイオリもイオリーだからいい聞こえなかった。オリーって聞こえるよね。忘れてないのに、そう、表してない。でもそんなね、そんなオリサからは、じゃ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 ーん、べんべいをもらいました。しかもこんな大きいの、こんなに大きいんだよ。いつもね、いつも福岡に帰った時にいつも何か買ってきてくれて、こんなに大きいと思わなかった。嬉しい。なんか何がいいって。もうなんか結構いろいろもう尽きたよねって言われて。え、でも何でも嬉しいよみたいな。そう、通りもん、通りもん以外だったらって言われて。その、明太子フランスをもらった時もあるし、マロンパイをもらった時もあるし、いろいろあるんだけど、麺で、なんか本当にこんなもんでいいよって言ったんだけど、こんな大きい子いっぱいくれた。嬉しい、いっぱいいっぱいあるよ。ゆきさん、初見ありがとうございます。くれました。何枚入り？2枚かける16袋。大きいの買っちゃったって言われて、え、じゃあレッスン場置けばいいじゃんって言ったら、なんか、え、恥ずかしいみたいな感じだった。嬉しいです、ありがとう。りさちゃん、いただいちゃった。
麺で久々に食べる気がする。麺でじゃじゃん、嬉しい。そうだから私も旅行行った時とかにリサに買って帰るんだ。結構前だった気がする。もう賞味期限がやばいの言われて渡された。もう遅、なんか遅くなっちゃった、忘れてたって賞味期限だからいいよって感謝って感じだよね。本当に感謝でしかない。嬉しいよね、賞味期限だから。まあまあまあ、そんなね、私は舌が肥えてるわけではないので、一日過ぎたところで気づけないです。あ、これは賞味期限切れてるなとか消費期じゃないから大丈夫。そう、そうなの。ありがとうリサちゃん、おいしくいただきます。せんべい久々に食べる。福岡とか全然行ってない気がする。全然行ってないですよね福岡。過ぎたとて、そうそうそう、過ぎたとて トリガーツアーの初日以来、やばいね。だからもう1年、え、1年は経ってないか。ギリ今年か11ヶ月全然行ってない。その時もさ、メンベー買ったかも覚えてないし、買ってても多分違う味買ってる気がするな。新幹線の棚にお弁当、お弁当じゃなかったお土産を置き忘れそうになった事件ありました。わかる。私もお父さんと長野行ってる時かな、上にお父さんがお土産置いてて、降りて「え、お土産は?」って言って急いで取りに行って間に合った時あった。おやつの取り合いとかで喧嘩になったりしますか？しません、しませんですね そうなの。お忘れ物が大変多くなっております。よく言ってるよね。間に合うところが滝脇家って感じ。なんかそう、まだ私が全然ちっちゃい、多分小学生とかの時なんだけど、自分もよく気づいたなって思う新幹線で一度スマホ忘れたことある？え、スマホは絶対に忘れない、お友達だからスマホはお友達、絶対に忘れないです。スマホは友達怖くないまたちゃん初見こんばんは、ありがとうございます。確かにスマホなかったらね、スマホなかったら何もできないですよ今の人間今の人間
スマホなかったら何もできないんです。地図も開けないし、電話もできないし、何もできないんですね。ゲームできないし、ゲームはできなくていいけどゲームスマホなかったらコンサートも行けない。そうだよそうなんだよ。いや本当にたまに思うもん、なんか昔の人たちってどうやって生活してたんだろうって思います。本当に配信も見れないもんね。配信がその時代はないけどね。すごいよね。ガラケーでもいろいろ楽しめました。アメーバピグ的な。伝言版、伝言版。なんか駅とかにあるんですよね。知らない、見たことないです。友達の生誕祭でズルズルカバーさせていただきました。おお、生誕祭でズルズル、イエーイって曲じゃないのね。トバチンさん、ファックス使ったことありますよ。お父さんのなんかお仕事の関係で使ったことあります。自分が使うっていうよりかはって感じ。たまにぐちゃぐちゃになるの、髪がってなる。さん、クリスマスツリーありがとうございます。コミさん、コミさん、クリスマスツリーありが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 ツリー、ありがとうございます。ここです。ありがツリーです。ありがとうございます。かみさん、感謝。私からありが、お話からありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お会いできて嬉しかったです。嬉しい。ありがとうございます。よかったら皆さんも無料でギフト、プレゼントのギフトがもらえるのでよかったら投げてください。このルームを一回バツを押して閉じて、左、携帯で見てる方は左上の3本線をピッて押してチャレンジっていうところをピッて押していただいたら多分ゲットできると思うので、よかったらプレゼント投げていただけたら嬉しいです。まあプレゼントいっぱいだ、ありがとうございます。これも2日に1回なのかな、今回全部投げてるよって、ありがとうございます。プレゼントもらってきた、嬉しい、優しい、みんなありがとうございます。いっぱいプレゼント説明上手になりましたわあ、いっぱいみんな投げてくれてありがとうございます。
嬉しい。かわいいね、星がいっぱい出てくる。ポカポカポカン、ありがとうございます。取ってきたーって嬉しい。投げるの忘れてた、ありがとうございます。みんな投げてくれて。なんかさ、ギフト普段投げれないよって方でもこのギフトは無料でゲットできるので、よかったら2日に1回ぐらい、そう、ぜひ投げてください。プレゼント、プレゼント、そうさ、この先は。ありがとうございます、皆さん。感謝いたします。振り消えたスピード、ここがジャンクション。何時までやるの？10時までやろうかな。変な時間から始めちゃったから、出勤さんのテレビ見終わってすぐ始めたから変な時間から始めちゃった。10時にまで、10時に終わりたいと思います。明日もできるかわかんないから。いらないこんなついてる、なくたってくてるんだ。ニヤジョイちゃんライブ、あ、そうじゃん。え、何時からでしたっけ、ニヤジョイちゃん。なんかさ、水たまり、水雨みたいな感じだったよね。こんばんは、はじめまして、ありがとうございます。まゆさん、あとで見まーす。4時起き、そうだよ、4時起きです。まゆみーちゃん、あとで MV 見ます。明日絶対寒いよ。カラオケね、カラオケはね多分やんないです。その代わり、あの、何？生歌、なんていう、生歌じゃない、なんていうの？なんていうの？アカペラ？アカペラで歌います。初恋カムバックはね、昨日見たよ。出てくるぞ、この辺、起き出せ、枯れるまで。歌いところ、歌うところを歌いたいところだけ歌います。我が日のもとは島国よ、朝日輝う海に。そういえば昨日の日本ドーナツ、あれはなんかノーマルみたいな、砂糖だけついてる。私クリームがあんまり好きじゃないから、クリーム入ってないのがいいなってなってノーマルのやつで、あのマイカと食べてるやつちょっとなんか見た目違ったんだけど味の違いは分かりませんって、そう一口交換し合ったけど、うーん一緒じゃないかなって喋ってた。違いが分かりませんって言って、ノーマル普通のドーナツに砂糖がついてるやつです。そう、最後椅子に座って食べてた。結果なんかね、座るところがね難かった。
うわ、なんか画面変なのついてた。なんだ、なんでよね。食パンの耳油で、わかる、好き、ラスクみたいなね、好き好きです。牧選手来年からキャプテンですね。ですね。朝からわーってやってました。初めまして、ありがとうございます。今までは佐野選手がさんはベテランではないです。次4年かな、4年目だと思います。はい、リサと同い年です。そうだよね。佐野選手前キャプテンは筒香選手がベイスターズからいなくなったと同時に4番キャプテン就任って感じですね。牧選手とリサちゃん同い年ってちょっと変な感じで、牧選手今日ラビットです。この前岡本選手も出てたよね。ザ・タイムだっけ。もうね、監督とだし。うん、ラストノートしか知らない。12月18日付オリコン週間ランキング初登場第10位おめでとう、ありがとうございます。すごいよね、ありがたいです。嬉しい滝、これからも愛されますように、ますように。大輔さんかっこいいです、かっこいいですよね。こうです。やばい、頭の中でずっと横浜しかになってる。どうしてくれる？右にある旗マークって何のことだろう。旗マーク、あ、これなんかポイントのランキングだよね。何でしたっけこれ、ね、仕事は何時間だ。メリダさん、ラーラーラー、虹が虹が空にかかって、ありがとうございます。アホ毛が本当にやめてほしいね。森鴎外さんです。え、旗がついたんですか。え、知らないです。あのこちらからは見えません。あのあれかと思った、あの五角形のベースマークのホームベース型のやつかと思った。作ろう。違くて
違くって、知らない、みんな旗ついてるんですか、コメントの横に。こちらからは何も見えません。何ですかそれは。お知らせとかできてんじゃない。え、みんな他の人のも見えるんですか、その旗は。新フラッグ、あ、ライバーテーマ、あ、なんかこれは私がいじれるってこと、あ、これ更新してないからいじれないわテーマ、私がテーマをなんか掲げれるみたいですよ。ライバーテーマ、何？ぶったらテーマ。一回やってみたいけどさ、やり方わかんない更新したら出るんじゃないかな。あった、テーマを書く、見出し、ゴールラブ、本文。え、これさ、毎回さ更新されるのかな、ちゃんと。本文イコールラブ、滝脇翔子、確定する。え、どうですか旗ある方どうですか、読めますか。なんか私がこうやってできるっぽいです。で、なんか多分ここで話したいこととか、例えばリサからメンベイをもらいましたとか書いてメンベイの話してるとか、なんかな、よくわかんないけど、多分更新されてる、自動更新の方はって感じ。今日の話したい、話すことみたいなのがあるっぽいです。ライブについてとかさ、わかんないけど、そういう感じなんだと思います。旗が、これを見て多分、あ、今何の話してんだなみたいな感じなのかな。これから活用する、そう、私内容勝手に変わっちゃうから、話してる時の、うん、あんま使わないかもしれないけど、あの他のライバーさんとかは使うのかもしれないね。うん、思います。多分あの、そう、トークテーマみたいな、あのさ、あれなんじゃないですか、あのさ、閉じててもさトークテーマが出るっぽくって、このほら、あの、なんていうの、ホームショールームの、ショールーム最初に開いた時にこうおすすめとかが出てくるんですね、あなたにおすすめとかで、そう
そこのフラッグでイコールラブって書いてあるんだけど、このタイトルが、そここが例えば歌ってますとかだと、あ、歌歌ってる人見に行きたいとか、なんかそういう感じだと思います。踊ってますとか書いてあったら、あ、踊ってる人見たいとかいう人が入りやすいのかなみたいな感じだと思います。はい、あ、なんとかについて話してるんだとか、はい、そういう感じだと思いますね。テロップありますよ。ほらテロップありますよ。早川さん、初見こんばんは、ありがとうございますこんな感じです。今日最初で最後だと思う。使う、ひらがなの名前かわいい、なんて読むんですかっていう方に見やすいってことですね。滝脇翔子と申します、よろしくお願いいたしますレア回かもそんな瞬間立ち会えて光栄です参加中イベントとはないってことになっちゃって、え、どういうことですか待って、わかんないなんかイベントをやって参加してるイベントがあると使った方がいいのかな、わかんない。よくわかんないけど、イベントイコラブが参加することあんまりないから大丈夫ってことだよね。使わない、普通のライバーさんとかがショールーマーさんが使うと便利だよみたいな感じってことだよね、多分ね。うん、です。そろそろ終わるぞ。ツイッターもあげようかな。 X ね、 X X、 もう X って言った方がいいのかな。もうね、なんかインスタのストーリーになんかツイッターかっこ X って書こうと思ったんだけど、めんどくさいからツイッターにも載せてない写真です書いたら、 X だよっていろんな人に言われた、うん、X にX に、あとでポストしますね投稿しますはさ変わんないよね、投稿は投稿だもんね。そう、 X 警察が、あの、私初見のことをたまに初見って言うんですね。あー、それ初見だわって、で、あの、初めて見たなんかアイスとか初見って書いたら、それ初見って読むんだよって言われて、あ、
分あの私があの知らないで間違えて投稿しちゃったと思って多分教えてくれてたんだけど、そう優しさね、そう優しさだからあの知ってるよってなったそうありがとうっていう感じだけど、これからも初見って多分打つと思う初見の方が可愛くない？ひらがなで初見って書くより漢字は強いとしてそうとか昔だけどバネナジュースって書いたらごじってる可愛いって来てあのそのバネナって打ちましたっていう時もあったねあのふざけてると思ってもらえれば教えてくれてありがとうの気持ち、ただあの変えないっていうねでも本当に間違えてる時とかもあるから、そう指摘ゼロよりあった方が嬉しいですね。そう5時帰ってか分かんないから、そう本当に5時だった時恥ずかしいからそうありがとうの気持ち、パズルの危険そうなんで、私本気で5時る時もよくあるから、まあなんかあれだね、なんか出演のタイトルとかそういうのは絶対にごじっちゃいけないやつだからあれだけどって感じです。教えてもらえると、速やかに教えていただけると嬉しいですということで終わりたいと思います。明日4時起き頑張りましょうランキング読みます。13位トッシンさん、12位バンナナさん、11位ワーちゃん、10位ヘイブンさん、9位ユーちゃん、8位レイさん、7位ユキハさん、6位人生じいちゃん、5位コーヒーさん、4位メリダさん、3位ユータさん、2位ヒデちゃん、1位コミさんです。ありがとうございます。2列目アオちゃん、ヒルカレーさん、ルルルタンナさん、P21 さん、サユリさん、トラッシュさん、おっちゃん、リースさん、チビタンクさん、高市さん、カイトさん、ヒッキーさん、ハラディさん、ユキナさん、ハルトさん、はたみさん、やまにゃんさん、よしよしさん、ひささん、道明寺さん、ていちさん、まちおかさんです。ありがとうございます。こみさん、ありがつりー、ありがとうございます。たくさんの星のギフトコメントありがとうございます。明日は配信できるかわかりませんが、みんなも明日頑張ってくださいということで終わりたいと思います。 SNS チェックしてください。インスタはもう載せましたので見てくださいということで、ありがとうございました。おやすみなさい。感謝。おやすみなさい。バイバーイ。ありがとうございました。